すぐ待ちに待った可愛いフューチャーライブだね。初めてのワンマン楽しみすぎるよ。曲もいっぱい作ったし、演出も面白いことたくさん準備したもんね。ゲストも豪華だし、みんな絶対喜んでくれるよ。どうしたの？ライブができなくなっちゃったんだよ。え？せっかく頑張って準備してきたのに。大丈夫だよ。何かいい方法があるはず。例えば？脳に電気信号を流し込んで、ライブの視覚と聴覚の情報を擬似的に送りつけるとか？もう真面目に考えてよ。真面目だったんだけど。マジかよ。それならバーチャルでライブやっちゃうのはどう？え、ナイスアイデアじゃん。でもやり方とかわかるの？わかるかわからないかで言うと後者ですね。わからないんじゃん。でもみんなに聞いたらわかるかも。まずは仲間集めだ。キャラクターのデザインから始めないといけないのか。任せてください。え、絵描けるの？中学の時習ってたんで。え、何この絵？似顔絵だけど。友達といえば、あ、そうだ、キヤトちゃん。神ですね。よし、キヤトちゃんにメッセージを送信っと。やったことないけどやってくれるって。わーい。で、その後は 3D のモデリングをしたり、それを動かしたり、ステージのデザインやモデリング、音響も必要ですね。うん、わからん。ちなみに 3D は日鏡ひなみさんと個人にお願いしようと思ってます。いいじゃん。動かしたりするのは Q さんっていうすごい人知ってるから聞いてみるよ。映像は音羽ちゃんとふにゃくん、音響は南禅のお布団チームに手伝ってもらおう。みんな OK だって。すごい。これで本格的に猫墓バーチャル化計画が進行するね。みんなで一緒にバーチャルライブを作り上げていくぞ。
簡単にやるぞって言っちゃったけど、これってすっごく大変じゃね。でももう始めちゃったから後には引けないよね。そうだね、絶対にいいものになるように頑張ろう。まずは VR の機材がいるんだっけ。へへん、実はもうすでに用意してるんだよね。へえ、じゃあ早速使ってみようよ。もうちょっと褒めてくれてもよくない。これをパソコンにつないでっと。なんかパソコンから煙出てるんですけど。スペック不足ですね。バーチャルは強いパソコンじゃないとできないんですよ。嘘でしょ。どうすればいいの。パソコン作っちゃおうよ。パソコンって作れるの。作れるんちゃう、知らんけど。無責任すぎる。作ったことないけどやってみる。頑張れ。応援だけかよ。キラキラなお日様から威張る、ぎゅっと楽しんじゃおう。
もいい感じになってきたね。どうしたの？指って動かないのか。そういえば確かに。ギターちゃんと弾きたいよ。猫ハッカーといえばギターだもんね。どうすればいいのかな。つよつよスペックパソコンで調べてよ。わがまますぎる。なんかかっこいい手袋がいるらしいよ。じゃあ買っちゃおうか。くっ、手が勝手に購入ボタンに。わあすごい、指が動くよ。これでギター弾き放題だね。バーチャルでの華麗なギタープレイを見てくれよな。なんかキャラ変わってない？ゲストで来てくれるしね。
ステージ設営だけだね。緊張するね。こんなにたくさん来てくれたんだ。この日のためにずっと頑張ってきたもん。絶対最高のライブにしようね。じゃあ始めよう。みんなで作り上げてきたこのバーチャルライブを、そう、ゼロから。
ネコハッカーザムービー、まだまだこれからだぞ、いけるか。ファイ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 、
こっからどんどん盛り上げていくぞ、いけるか。 3, 2, 1。 来い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 。三角四角に星、色とりどりに輝くチョコレートを探すための冒険に出よう。ありがとう。ありがとう。いやー楽しいっすね、バーチャルライブ。いやー疲れるわ。疲れる。ほんまに疲れる。普段のライブより疲れる気ぃする。いやーでも皆さんまだ疲れじゃないですか。大丈夫ですか。どうですか皆さん。どうですか。あ、若干ラグ。はいはいはい。あーしゃ。いやーまあでもこっから後半戦なんですけど。こっからいよいよですよ。はい。いよいよ。いやー後半戦ね、みんな待ってると思いますけど。はい。ついにゲストボーカルですよ。いやー楽しみ、楽しみですね、一緒にやれんの。普通のこと言うんやな。あ、ほんまに楽しみ。今は普通のこと言う。普通じゃないんすよ、バーチャルライブが実現したのは。まあほん、それに関してはほんまやな。ほんまに。いやもうね、バーチャル空間でまさか共演できるなんてっていうね。ほんまに感慨深いですね、うん、いやで誰やねんっていう話なんですけどね。誰ですか。一組目は、はい、クラゲの、クラゲの、クラゲのなんか水色っぽいのが、のがロケットに乗ってやってくるそうです。今向かってるそうです。向かってるそうなんで、はい、いやじゃあ呼んでみましょうか。行きましょう。じゃあ一組目のゲスト、オトハー。まだまだこれからだぜ。ネコハッカーズムービー、みんなで声出して盛り上げていくぞ。ラキラキちょうだい、はい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 、ラキラキもっと、ラキラキもっと、ラキラキ足りない、はいはい、
ありがとうございました。じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。いや帰らすな帰らすな。まだまだあんねん、まだ曲あんねん。あ、まだ歌えるんですか。あ、まだ歌えるよ。まだ歌ってくださいよ。いいですか。はい、ということでちょっと改めてなんですけども、はい、ゲスト一組目、一組目っていうか一人目やな、一人目、おとはー、おとはちゃん、はい。返事、いい返事、かわいいな、すごいいい返事、素晴らしい。いやもう本当にね、最高の2曲をありがとうございます。まずはいや、バーチャルライブすごいですね。みんなソリッドビジョンで、ソリッドビジョン、遊戯王の話か。遊戯王の話ここです。遊戯王やめ。いやでも本当にステージもちゃんとしてて、モデルめっちゃ可愛いやん。いや嬉しいな、もうこの美少女なって思うてね。こっち美少女で、乙葉ちゃんどないなってふわふわ浮いて、30分も使ってないクラゲです。30分も使ってないクラゲとか、リアルなこと言ったらあかん。リアルなこと言ったらあかんよ。そんなすぐできるんやクラゲ。いいな。いやでも可愛い、もういつものクラゲがふわふわ浮いてんの、うん、このバーチャル空間に、うん、置いてもらった、ね、置いてもらった。全部がリアルやねん、言うことが。バーチャルやねんから、面白い。 そっち側の人間だから、そっやっぱ制作側の、制作側の人間だから、ちょっと裏のこととかもポロって出ちゃうもんな。そこ忘れさすためにやってんちゃうんか。いやでも今はまあゲストボーカルとしてね、うん、まあでもゲストボーカルとして出てもらって、でもその制作としても携わってもらってるけど、うん、それでね、
もっと今のこの30分で出来上がるモデルじゃないモデルも今からなんかちょっと出てくるみたいな。マジっすか、うん、何が出てくるんですか。何やろな。何知ってる人。はーい。いや知ってんねんそれ知ってるもん。僕だけ知ってますみんな知ってんねん。みんな知ってるから、はいはい、見てる人だけ知らんねん。わかりました、うん、そうなんだ。そうそうなんや。うん、そうこれもね最近僕らが、はい、あの一緒にコラボして出した楽曲が。じゃあもう全員でとぼけんのそう一緒にね、2人しかおらんけど全員って。全員って、うん、まあそうやな。それ言ったらそうやねんけどあの話の腰折って水を刺さないもん鼻刺したって鼻したがってるからそうやで、そうやで。大事やでこの曲ね。あのリリース2月20日にリリースした新曲ですよ。乙葉ちゃんの新曲やねんか。もっと言わんと。言わんのかい。 いなんか言え。話したそうだったんで。あ、うん、じゃあもう俺が言おうかお願いしますね、あの、うん、音羽ロケットという楽曲を。いや音羽ってついてんのにって言うな。音羽ロケット。なんだそれは。音羽ロケットっていう宇宙に行く楽曲だよ。それをね、うん、2月20日にリリースしたわけなんだが。だがだがだが、それの MV で。なんだって。だが何も言ってないまだ。だがまだ美少女の声でこんなダミ声で突っ込ますやだそう、それでね、うん、あの MV に、はい、あの使った 3D モデルが。そうそう、さっき言っちゃうねそこは。 3D モデルが登場して登場してかぶせてくるどうなる。どうなっちゃうの。最後言って。どうなっちゃうのかはこれからのお楽しみっていうことで、次の曲行かしていただいていいですか。行きましょう。行きましょう。では音羽ロケット。一人じゃないよ。駆け出せ過去
よロケット打ち上げるぞ。まだまだ声出せるよね。全システム準備完了。メインエンジンスタート。準備はいい？みんなでカウントダウン、いくよ。ステージ！
いらない一発で行くぜ。コンボ炸裂目指すはサクセス、限界突破スタミナゲージ。後戻りなんてできやしないぜ。さあ開こう、私だけの狭い部屋も君となら広げていける。欲しいものすべてこの手に入れよう。全部あれもこれもそれもそれも欲張り、旅のための準備はどう。見たことないものが待てる。本当にいいの、誰のためのやりたいことだけ、誰に行くとたまることを。今日マイナムフレッド エンカウントアイデアなしで一気にゴー、ギミックリリックベビーシャクシャク、サクサク最終盤ゲンジー。物語の分岐で選ぶルートが決める未来で、さあ進もう。私たちの狭い地図を君となら広げていける。欲しいものすべてこの手に入れよう。全部あれもこれもそれもそれも欲張り、旅のための準備はどう。見たことないものは怖い。私だけの狭い部屋も君となら広げていける。欲しいものすべて手に入れられなくても、ゴールは一つじゃないでしょ。旅のための準備はどう。見たことないものが待てるけど、待ちきれないよ次のステージ。ありがとうございます。二組目のゲスト、ケモノズです。お邪魔します。イエーイ。じゃあちょっと改めまして自己紹介させていただきます。ーせーの、ヘイヨーワラップケモノズです。 MC リタです。 MC リズです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、超かっこいいですね。超かわいい、やっぱり超かわいいし超かっこいいですね。照れますな。いやもう今回ゲストで来ていただいて本当にありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。ずっと会いたかった。いや、ね、本当に会えた。はじめましてですね。その身で会うのは、ね、そうですね、この身で会うのは女の子からその声出てる。あ、確かにイメージ悪なってます。確かにイメージ大切になさってこの身で初めてですね。いやもう本当にありがとうございます。本当、こちらこそありがとうございます。いやもうバーチャルでは初めましてですけど、やっぱりめっちゃ可愛いですね。あ、本当ですか。いやめちゃめちゃ可愛い。やっぱり可愛い。いやもう特等席ですよ、僕らおるの。こんな、そう、この距離もうガチ恋距離ですよ。恥ずかしい。ガチ恋。いやもう後ろのこのね角度から見れることってないと思うんですよね。大お得ですよ。いや一見ですわ。いやね、もう本当にもうバーチャルでめちゃくちゃね、やっぱり改めてこうやって聞くといい曲ですよね。いや本当ですよね。いやもう A 曲、誰が書いてあるな、もう。いや誰が書いてあるの。まさか。
しかもめっちゃええ声で誰が歌ってんだろうなこれ。お前誰やろなそこはすっとぼけなんだそっちはすっとぼけいやでもほんとこのバーチャルのね、うん、舞台でも1年前ですよ、あれはリアルライブにね本当は出てもらう予定だったやつが、ね、もう残念ながらちょっとなくなってしまって、うんうん、もうバーチャルで絶対リベンジしようって言って、うん、こうやって来ていただいてこれ実現したっていうのがね、うん、もう本当に泣く泣く今は泣かないって言うなよいやもう本当にね実現できてもう最高の気分なんですけど、いやいいですねライブ。いやなんかライブといえば、うん、なんかケモンズもなんかなんかあったりとかするんですか、なんか今後なんかあったっけ。3月13日とかですか。3月13日、何の話を聞いてない聞いてない。3月13日のバースデーライブ2021のことですか。バースデーライブありがとうございます3月13日に9時からケモノズバースデーライブ2021を開催いたします。おーすげえ。今回はねあれなんですよ、無料なんですよ。えそんなケモノズのライブが無料で見れちゃうんですか恥ずかしい、はい、YouTube とあのリアリティというアプリで見れるのでぜひ見てください。見てください。なんか大事なお知らせもあるらしいですよ。でっけえ、でっけえお知らせがありますので。でっけえお知らせ、うん、ちょっと教えてもらえる。あ、後で後で教えてくれんにゃちゃんと見よ、それは3月13日の9時からお願いします。それでは、はい、それではね、じゃあラスト1曲ケモノズになりますけど、はい、あの名曲をね、いや、あの名曲を、あの名曲ですか、やらせていただこうと思いますんでじゃあラスト聞いてください。ワンバイワン。まだ
スト2組目ケモノズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやめちゃめちゃ疲れますね。疲れました。かなりやりましたからね曲。いやまあでも本当にもうこれで次の1曲でバーチャルライブ、あの猫ハッカーザムービーラスト1曲になるんですけど、いやほんまに楽しかったっすね。いや本当に楽しかった、うん、いやでもなんかこうやって、はい、あのゆっくり MC することってないじゃないですか。なかなかないですね普段のイベントとかやったら、うん、セラさんがね MC してるとこってほぼ、はい、多分みんな聞かないと思うんですよ。マジっすか。急っすね。いやセラさんなんか喋ってくださいよ、はい、なんかメインの MC で。いや僕そんな喋らんキャラでやらせてもらってんのに。急にっすか。いやちょっと喋ってください。わ、はい、かりました。はい、いや今日こうやってバーチャルライブさせていただいてすごい楽しかったんですけど、うん、なんか1年ぐらいその構想からかかってるんですよね実際にやるまで。そうですね。でそれで猫ハッカーがバーチャル化したいってなった夢を一緒に叶えてくれる仲間がいることを改めて分かったのと、うん、まあ、それを応援してくれるファンの人もいっぱいいるって改めて分かってすごい嬉しかったです、うん、本当にありがとうございました、うん、で、まあ、こんないいこと言ってる風なんですけど美少女のアバターからおつさんの声が鳴ってるってなるとちょっとあれかもしれないですね。いやまあそこっすよね、はい、いやなんかこっちからしたらめっちゃあの映ってる自分らが美少女なんてそのはずなんですけど、ね、気分ええんすけど、うん、見てる側からしたら声がね声だけはどうしても。いやでも本当にもうこうやってまあライブができるっていうのはもうありがたいことというかもう、はい、あのもう本当にねこうやって美少女の体でできてるっていうのはまあ僕らの力だけじゃ絶対できなかったなっていう、うん、はい、なんか本当になんていうんですかね、もうその立ち上げの時にそもそもワンマンライブができんくなって、うん、でそれでノリで始めたわけですけど、はい、その猫墓バーチャル化計画って言ってハッシュタグつけて、うん、でまあ、それにサポートしてくれたまあ皆さんも本当にグッズ買ったりとか楽曲聴いてくれたりで、うん、本当にもうサポートしてくれた皆さんがいなかったらまずもうこの企画自体も始まってなかったっていうのが、はい、まあ、一つと、そうですね、それに協力するよって言ってくれたもう本当にクリエイター周りの皆さんの、うん、おかげでねこの体とこのステージともうロゴも何もかもですよ、はい、もう全部すごいですよね改めてこのセットも。いや本当にすごいです。信じられへんすからね、うん、もう個人でできる範囲もはるかに超えたことがもうできたんじゃないかなと、それもこれも本当に応援してくれてる皆さんのおかげだと思っております。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ラスト1曲これバーチャルなんで、はい、アンコールとかそういうのがないんで、うん、残念、本当に最後1曲になりますんで、はい、楽しんで最後叫んでいってください。ラスト1曲ガチで恋するお前らへ。本当の本当ライブ最後の1曲になりました。最後みんなで一緒に楽しんでいくぞ。ジャンプジャンプ。
上上下下下に下に上上下下下に下に全力で聞かせてくれ。